ほーい、皆様、こんばんは。本日は8月28日の時刻は、18時38分。本日は眉毛の脱毛にメンズ TBC 京都駅前店か。わからんけど、に来ております。今ちょっとご飯食べて忘れててんけど、この喋るの自体を忘れてたんと、サプリメント飲むの忘れてたんで、ちょっと今車帰ってきました。ちょっと時間がないんで、ちょっと急いでるよ。大事よ、これ。一発目のメンズ TBC は、河原町やってんけども、一回行っただけで、ちょっと次から、ルートと場所によって、ちょっと京都駅の方がええなと思ったんで、京都駅にしたら、門真先生、今ちょっとまた大阪戻ってんけど、門真ちゃんにやってもらってんけども、今は、そこで、1500本契約、して、もう1000本以上抜いてんのかな。ほんまに張り脱毛やから一歩一歩にアプローチしてるから、生えてきません。もう一回でも成長してくる毛がありますけども、そっからまた生えてきます。で、そっから、門真ちゃんが大阪に戻し、シフトしたので、新しい先生の新井ちゃんにやってもらってんねんけど、残りがもうあと2、300本かな。結構もう抜けてきております。これが今、ビフォアね。です。ということです。眉毛のアートメイクをするのにも、眉毛脱毛もして、眉毛脱毛してからじゃないと散髪にもいけない顔剃りがあるから、だからルーティーンがこれちょっと邪魔くさいね、これね。散髪行きたいけども眉毛脱毛しなあかん。でも眉毛脱毛するのにも時間もあるし、あれもあるし、これもあるしで、これちょっと今今日ちょうど言おうかってんけど、やっと散髪もいけるかなって感じですね。ということで、行ってきます。TBC はちょっと撮影できるかどうかわからへんけども、ちょっと頑張ってきます。それではババッ。こうやな。こうやったら、ごめんな、忘れた。ということで、ババババッと見せかけて、新井ちゃんをちょっといじくってやります。ということで、ババババババッ。はい、メンズ TBC 京都店です。今から行ってみます。ちょっと撮影できるかどうかわかりませんけど、行ってきます。はい、中の撮影はちょっと禁止だったので、愛しのローラちゃんでお許しください。ローラちゃん、待ってねーって。ちょっとモノマネしてくれなあかんな。これでお許しください。では、後でちょっと喋りますので。ということで、ビビ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 ッと見せかけて。無理な。ほーい。アフターですね、アフター。本日は50本を、眉毛の下と眉尻と眉間。全然まあ50本。中の方は、ちょっとね、撮影 NG やったので、ちょっと、無理でした。撮ったんやけども、ちょっとそれを上げたらあかんから、ちょっとお蔵入りします。こんな感じです。赤みがまだあるのかな。今日は、ほんまはジム日やったけども、ジムで汗かいたらあかんから、今日は、やめます。そして家で、ちょっと編集に頑張ろうかな、ってこんな感じです。1900本中、残りがあと97本やけど、そんだけ抜いております。もう成長してくる系ないんかな、これぐらいかな。ということです。眉毛の脱毛メンズ TBC 京都以上です。ということでババババババッと目をかけてバッバババババということです。まだ彼の説明はまだ間違えた。はい、おーい、ほいほいほい。さっきの続きね、メンズ TBC、眉毛脱毛の続きですけども、メンズ脱毛 TBC で、眉毛だけ違って、例えばね、俺この、ほくろの上にもちょっと白髪が生えてたりとか、首に一本。で、それは一回いい、針脱毛やけどね、アプローチしたら、一回で、毛根が破壊されました。で、乳首にも俺、一本二本あってんけど、それも、一発ではちょっと毛根破壊されへんかったんやけど、二回目、三回目で破壊されました。一本二本ってあってんな、やっぱ乳首にもな。で、痛さと言うたら、やっぱり俺、湘南美容外科では、全身脱毛一点、全身脱毛でしょ？で、VIO ちょろっと残して、その
脱毛は全然痛くないし、ちょっとね、あそこも改造してるから、そこにも麻酔打ったりメス入れたりしてるんだけども、それは全然痛ないんだけど、この眉毛がやっぱりなん、うん、何か微妙に痛いな、やっぱり。他の手術は全然痛く、痛さは全然我慢できるし、慣れてるし全然やんねんけど、うん、やっぱりこの針脱毛はちょっと痛いな、やっぱり。うん。で、これちょっと腫れがわかるかな、この、腫れがあるんで、あるけどね。うん。まあ、こんな感じです。今日はちょっと激しい運動はできひんのと、うん、アルコールは飲んだらあかんのと、ですね。うん。全身脱毛は全然痛くないし、痛い方もおられるやろうけど、うん、全然俺は痛さ感じひんのですよね。うん。やっぱりね、この、うん、追求する。自己投資を追求すること。うん。まあ、メイド TBC さんは全員、担当は自分で専属は決めてるんですけど、全員うまい。あれちゃうのが最高ですよ。うん。包み込むような優しさでやっていただきます。今日はちょっとね、映せへんかったけど、店内、院内は撮影禁止だったんですよね。うん。グレスビューティーヘルスクリニックさんは、まあね、行きましたけども、こうやって全国的にチェーンされてるとこは、ちょっと、いろんな YouTuber さん、方々がちょっと失敗を行った結果らしいんだけど、俺も失敗、ね、したらあかんから、ちょっと映しちゃうのはもう消去して、うん、ローラーだけでご勘弁ください。オッケーみたいな感じでな。うん、ローラー可愛いな、むっちゃな。大好きやの人。多分、ずっと俺喋っておけるやろな、多分。うん。まあ、相手してくれへんやねんけどな。そういうことです。ということで、これはいつあげるかちょっとわかりませんけども、今日はちょっと時間ないんですけども、はい。これが、眉毛脱毛ですね。針脱毛です。一本一本にアプローチしていきます。うん。皆様も、ヒゲもやってるから、メンズ TBC さんはヒゲもやってるけども、一本、湘南美容外科は、全体、的やからちょっとね、こういう眉毛とかはちょっと無理なんですけども、一本一本気になる方とか、そういうと、うん、眉毛とか、一本一本、ほくろの上とか、生えてくるとかありますんで、そういう時には、一本一本のアプローチの時は、メンズ TBC さんの、針脱毛をぜひともお勧めいたします。うん。ここもね、メンズ TBC も俺、湘南美容外科の先生から、ある人からちょっと教えていただいたんやけど、うん。そういうのもありですね。一本一本アプローチしたいときは、針脱毛です。はい。針脱毛という、キーワードでよろしくお願いします。ということで、バババババッと見せかけて、ということです。眉毛脱毛でした。はい。ありがとうございました。